はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、トリザルボックス第2弾です。先日の発売日にはトリザルボックス2箱しかね、お店の制限で買えなかったんですけど、うん、こちらですね、Amazon でボックス買いしました、はい、10箱ありますね、うん、また開封対決。うわー、出たー、うん、スーパーグレートレアが2ポイントで、グレートレアが1ポイントにしようか、うん、レアとプチレアはノーポイント。これでどちらがポイントが高いか、うん、で対決しましょう、はい、負けた人にはルーレット罰ゲームです。アソートとかは関係なしに、ちょっとこれ完全にこうバーッとシャッフルしちゃって、で5個ずつ選ぼうか、うん、はい、じゃあこれとこれとこれとこれ、はい、じゃあこれで開封対決しましょう、はい、じゃあ1箱目からいきましょう。おりゃ、さあまずはゲームの紙と、ね、あと例のフィギュアも入ってるけど、フィギュア無視してね、フィギュア無視。よいしょ、あっすな、ポッポポジャルだな、わっと、さあせーの、ほい、お、パパが出たのはこちら、うん、チレアのナチュラルブローチだって。おお、かわいいね、うん、クロリスのやつだね、はい、僕が出たのは迷う鎧。迷う鎧、うん、レアレアか。2つ目、あ、2つ目いきましょう、はい、ほい、うん、おお、パパが出たのはプチレアのスライムでした。はい、そしてステーシングが出たのがフェアリークリスタラックス、レアレアか、うん、2人ともノーポイントだね、まだ。はい、じゃあ3箱目いきましょう。はい、ドン、はい、お、はい、私が出たのはこちらですね、うん、ブリタニアエンチャントのピンクパンサーって言ったね、うん、杖だね。そうだね、これも結構なかなか可愛いっていうか、かっこいいよ。そうだね、うん、僕が出たのはノーブランドのピコピコハンマー、プチレア。プチレアか、ピコピコハンマーか、しかもノーブランド。なるほどね、うん、あ、じゃあ4箱目開けましょう。はい、はい、おお、おお、私が出たのはプチレアのキノコでした。はい、出たよ、僕はグレートレアのピーターパンパン。おお、これでシンくん2ポイントか、うん、やられた。よっしゃ、はい、では最後の5つ目、はい、ドン、お、はい、私が出たのはこちらのフェアリークリスタルソードだね、うん、フェアリーエレクトロニクスかな、はい、うん、の会社のやつ、会社のね、ブランドの件だね、うん、で僕が出たのはプチレアのベビーナイトです。だね、うん、はい、じゃあフェアリポンブラックで聞いてみましょうか。はい、じゃあまずスライムから聞きます。はい、じゃあ次はキノコ、はい、キノコ、キコトが好き、ベビーナイト、迷う鎧、はい、最後にグレートレアのピーターパンパン。柄悪い、うん、はい、続いてジャラ行きましょう、はい、ピコピコハンマー、はい、ピコピコハンマー、ナチュラルブローチ、ピンクパンサー、はい、
フェアリークリスタルアクス。フェアリークリスタルソード。はい、ということで開封対決の行方はレイジンくんがグレートレアを引きましたので、はい、パパの負けになります。うん。やったやった。久しぶりだねこれね、うん、はい、では、ルーレット罰ゲームの1番目、顔に落書き、うん、2番目はメガナーフでお尻を打つ、うん、3番目はサルミヤッキ、うん、4番目がまずいグミですね、うん、今この4つです、はい、何かいい罰ゲームがあったら皆さんコメント欄で教えてくださいね、はい、追加するかもしれないです、うん、いつも使っているルーレットアプリがですね、なんと iOS11 のアップデートによって使えなくなってしまいましたので、ありゃ、なのでこれはデベロッパーさんのアップグレード待ちっていうことで今は使えませんので、ありゃ、こちらのパイフェイスゲーム、うん、これで使ったルーレットを使いたいなと思います、うん、ただしねこれね1番がないんですよ。あ、だから、5が1ということにしていいかな。いいよ、うん、5がないから。そうだね、なんで結局 2,3,4,5,4 つってことだね、うん、OK、じゃあこれで引きたいなと思います。はい、 お願い2来て、2じゃあいくよ。そう、まずいグミ、よっしゃー、はい、これ全部まずいグミです。てんてんてん、こちらですね、うん、アメリカで買ってきたやつだね、はい、これなんか見覚えあるんだけど、これあるある。これまずいグミだよね、うん、前なんか食べたよね、うん、食べた。じゃあどれを食べればいいのパパ、レシン君は決めていいよ。じゃあね、てん、あ、これ唐辛子、どう、嘘でしょ、こんな形のグミだね、うん、じゃあ食べてみるよ。はい、硬っ、辛い、辛いんだけど、唐辛子だから辛いんです、辛い、辛いでも美味しいよ。あ、美味しい、うん、美味しい、辛いけどえ、グミで辛いってどういうこと、辛いあら。はい、ということで今回はスナックワールドのトレジャーボックス第2弾でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、辛い、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それじゃチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。辛い。